ビタヤ・ラオハクルは、タイ王国出身の元サッカー選手、サッカー指導者。タイ語読みでは、ビタヤ・ラオハ軍。日本サッカーリーグでの登録名はビタヤ。14人兄弟の7番目として生まれる。長男と、次男も同じくサッカー選手として、タイリーグでプレーした。18歳の時に、ラパチャ FC に加入。1976年8月。 マレーシアで開催されたムルデカトーナメントの対代表対日本代表の試合にいてビタヤはフリーキックにより2ゴールを決めた。試合後に相手チームの鎌本国重からヤンマーディーゼルサッカー部に誘われその2ヶ月後に正式なオファーを受けた。ヤンマーには1977年5月に合流したが外国から加入した選手を対象とする。 日本サッカー協会の遺跡規定のため、公式戦出場は翌年1月からだった。1978年1月15日の三菱重工戦で日本サッカーリーグデビュー。以降先発出場を続け、20試合4ゴールにアシストを記録した。彼は JSL 史上初めてのアジア人の外国人選手だった。 日本から帰国後、タイ代表として、エスパニョール、1FC ケルンと対戦した試合におけるプレーが、西ドイツのヘルタ・ベルリンのスカウトの目に留まり、1979年より、ヘルタに移籍。ヨーロッパのクラブで、プレーする初めてのタイ人、サッカー選手となった。1979年8月12日のフォルトゥナ、デュッセルドルフ戦でブンデスリーガに初出場。 1979から80シーズンのリーグ戦出場は3試合にとどまったが、チームが2、分デスリーガに降格した1980から81シーズン以降は2シーズンで、計31試合に出場した。1982年に1、FC、ザールブリュッケンに移籍。1982から83シーズンのオーバーリーガで昇格を決め、 1983から84シーズンには2分ですリーガでプレーした。1987年7月の JSL カップから松下電気産業サッカー部でプレーヘッドコーチを兼任しながら選手を続け、1990年に引退。ビタヤラオハクル1988年から松下電気のコーチ、J リーグ開幕後はガンバ大阪の ヘッドコーチとして日本で8年間指導者を務める。1996年に母国のバンコクバンクを率いてタイプレミアリーグで優勝。1997年から1998年までは大代表監督を務めた。その後、アメリカのネバダ大学でアシスタントコーチシンガポールのセンバワンレンジャーズ FC で監督を務めた。 2007年、ヤンマー、松下電機時代から、つながりのある、水口洋治監督の下で、日本フットボールリーグ所属のガイナーレ鳥取の、ヘッドコーチに就任。同年8月に、水口監督が、成績不振の責任を取り辞任したことに伴い、監督に昇格した。その後2009年まで、足掛け3年間鳥取を指揮。常にチームを上位に置き、 J リーグ参入権を得られる4位以内を争ったが、いずれも終盤に失速し、J 参入は達成できずに終わった。2010年も指揮を取ることが決まっていたが、2009年12月に帰国していたタイで交通事故を起こし、脊椎骨折の重傷を負う。命に別状はなく、当初は監督続投を目指して、リハビリを行っていたが回復が遅れ。 クラブとの話し合いの結果、2010年2月1日に、鳥取監督を辞任した。その後、フルスチョンブリー FC にテクニカルディレクターとして復帰し、2011年から、同クラブの監督に、再び就任。二度目となる、チョンブリー監督在任時には、コーチの加藤義雄、加藤光雄親子やトレーナーの白木洋平ほか、 数多くの日本人スタッフを迎え入れて、チームの強化を図った。また、串田一都や鳥取時代の教え子だった、樋口大輝といった選手が加入している。2013年シーズン終了後にチョンブリー FC の監督を退任し、現在まで同クラブのテクニカルディレクターを務めている。また、2016年2月15日の大サッカー協会の大声発表で、ビタヤは、 FAT の TD も務めることになった。2018年アジア競技大会で U-23 代表がグループステージ敗退に終わったことを受けて解任されるが2019年6月12日に発足したタイ代表協会委員会においてビタヤは TD に復帰した。この後にタイ代表監督に西野明が招聘されたが背景には ビタヤの後押しがあったと報道されている。日本語あるいは関西弁を流暢に話すことができる。日本国内成績。ありがとうございます。